面白いですね、はいはい。現在得点は4対3、巨人が1点をリードしております。しかし、なるほど、7回の裏、巨人は4番落合からの攻撃になります。ということを望んでますでしょうね。でしょうね、そうですね。代打満塁ホームランを打った吉村であります。全然その落合選手左肩の部分と違うと思うんですよ、はい。松井選手の右肩の部分というのはですね、薄いと思うんですよね、はい。さあ 2-3、 肘を返せないんでしょうね。返すと多分肩に痛みが来るんだと思うんですけどね。ピッチャーゴロ、手打ち。11試合に投げて2勝2敗という成績であります。ボックスは広沢来てお伝えしてまいります。4対3、伝統の一戦らしく面白くなってまいりました。すごいプレッシャーだと思いますよ、左の肩、顎にかけての部分と松井選手の右肩、顎。惜しいボール、打たないために左腕で打ちに行ってしまうんですよね、これなんかインコースのボール。